終わり。あぶねー。おお、消してる、うまい。2、1、いやー、ちょっと、いやー、これは。ダブルアイテムだったわ。じゃあ、キラ出るやろ。ふざけてんな、これ、おかしいやろ。まあ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 。キャサリンの口、大砲みたいな口してるの、これ。マップで見るとなおのこと、まあ、大砲だからね、あれ。え、そうなの？え、そうだよ、卵を吐き出す大砲だから。え、怖っ、怖っ。え、バケモンや。え、実際そうだよ。本当にですよ。本当やで。キャサリン入ってくる卵を投げ返して倒す。そう、卵の上でさやきのような気がするわ。倒す。なんで結論バケモンなんだ、こんなにキモいよ。バケモンじゃん。そっか、みんなファミコンを知らないのか。え、でもマリオ RPG で出てきましたよ、キャサリン。ファミコンからキャサリンにいたんだ。マリオ USA やね。USA、そうや。おったような気がするの。え、俺、ファミコンでも馴染みないんだけど。お前、マリオアメリカ。ギリ、俺はほんとギリ。親戚の兄ちゃんが持ってたわ。あずき色の方ですよね。そうです。まあ、だから、エンジ色というか。そう、エンジ色というか。そう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 。え、まずファミコンを見たことがないんだって。え、シンさん見たことある、ファミコン。うん、一応ギリギリあるね。あ、あるんだ。ギリギリ見たこともないもん。お父さんお母さんとか持ってたりとかもあるからな。あ、そう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 。一番古いゲーム機なんだろうな。ゲームキューブ64か。え、マジで。新しいな。物心ついてから最初に。新しくねえだろ、64は。新しいですよ。新しいって革命やってんから。だから保育園の時に64があって、買ってもらえなくて親戚のいとこの家で64やってた。また誰か落ちました。私じゃないです。ガミさん、僕は見逃してませんよ。おまおじさんより今あなたが回避できて。誰か言うんかなと思って見てたけど、大事なのは結果ですからね。まあ、最終結果ね。最後はね、うん、3点だったぞ、3点ドギンさんはコスレにしてそう、上手くなってるな。ナイスよ。最悪です。え、パゴすぎん、これ。リンさんがコスレンする意味って何ですか？え、もうリンさん今度リンゴさんと一緒にマリオカートで練習するもんね。あ、そう、今度やるんですよ、そう、リンゴさんと一緒に。はい、そうなんです。あ、で、リンゴさん、しょがりするんだ。しょがりって。あ、しょがりするんだ。ちょっと一旦この赤コーラ打ってみて、こういう感じだよ、みたいな。どこ走ってんの、このバケモン。パワフルダッシュキノコ、こうやって連打するんだよ、って。てか、別にしょじゃなくない？確かに。うわ、まあ、もう誰も助けてくんねえ。全然関係ない人。全然関係ない人し。ね、なんでこのアイテムに弱いと思う。ああ、ああ、ああ、ミスター。ほっ、ああ、ああ、ミスんなよ、お前ですよ。あ、なんかリンさん品評会みたいなことやってたのにミスるんですよ。どういうこと。片側に品評会。ねえ、キシラやばかった。そういえばよく言ってるテーブルってなんなん？アイテムテーブル。ブル、ね、この間伊豆さんが動画出してましたよ。まさしく。解説動画。まだ見てない。ああ。ここのテーブルは。ここのテーブルはどうなんですか？どこで触ったらいい感じですか？誰がどこにいるか分かんないじゃん。そんな動画上げたらガミさんがもっと強くなっちゃうからダメ。わかんない。確かにベビーパークのアイテムテーブルとか見たことないしな。なんか判断しづらいよな。どこにいるか分かんない。いろんなアイコンが重なってそうなんです。1位がどこにいるか分からん。うん、そうだよね。研究甘いな。何それ。